おはようございます、こんにちは、こんばんは。パペッティア続きをやっていきましょう。はい、前回はね、スネーク、大きいヘビ大蛇をね、倒したわけなんですけども、そこからムーンベアキングがどんどんね、フラストレーションがどんどん溜まっていってはいるみたいなんですけど、クータローもね、一応、順調っていうのかな、順調にって言っていいのかわかんないけど、とりあえずね、ムーンストーンを、着々と集めてはいます。はい。ってことで、今回は第3章、欲望の海。なんか海賊船みたいなのが揺れてますけど、海賊船なのかな？とりあえずやっていきましょう。さあ、空太郎の物語へ。はい。どこまで続くんだろうね。スネーク将軍から3つ目のムーンストーンを手に入れた空太郎は海へと向かいました。月の海は海賊と怪物が潜む恐るべき世界。海賊船ジョリー・ラムハム号を狩る伝説の海賊キャプテン・ギャフト、ムーンベア・キングの配下の中でも強欲と吝嗇で知られるピッグ将軍、シープ将軍が莫大な財宝を奪い合ういさかいの海でした。ピッグとシープ今回もう儲けだねえ。月の海はもう我々のもの、海賊も魔物も恐れる必要もない。それもこれもムーンベアキング様とムーンストーンのおかげよ。ブヒブヒ。クータロー、あれムーンストーンじゃん。ねえ、そう、それよ。そのムーンベアキング様から手配書が回ってきたが。クータローとかいうやつのか。おいシーフ、これを見ろ。捕まえれば賞金で大儲けだぞ。早速海へ乗り出す。よく見ろピック、見つからなかったら一銭にもならない。燃料代も時間もかかるし大損だねえ。ブンブンブン、それもそうだ。何かうめえ手はないものか。静かに。まあ貴様、俺より一杯多く飲んだな、こいつめ。早いもの勝ちだ。チャンスや、クータロー、はよ。抜き足、差し足、忍び足。クータローは将軍二人を起こさないよう慎重に歩みを進めました。そしてムーンストーンに手を伸ばした瞬間。クータローを捕らえたぞ、メイ。ムーンベアキング様の褒美もたんまりだ。どこやの、ここは。我らの英雄は罠にかかり、暗く狭い場所に陥れられました。潮の匂いと揺れる床でどうやら船の中ということは分かりました。早くここから出せ。なんかいる。早くここから出せ。なんかいるっぽいね。すぐ、一応今回の敵は豚と羊、シープって言ってたもんね。とりあえず早くここから出せ。はいはいはい。お前は誰だ。ただのコソ泥ではないようだね。伝説の海賊キャプテンギャフを救った英雄、誇るがいい。キャプテンギャフ。そこにはヒーローの一人、月の海賊のフックがありました。伝説のカリバスでもなければ無理な話だ。
カリバスあるよ。まあいいや。じゃあとりあえず。よし。はいはい。ん？また新しい力かな？おう。こいつは驚いた。本物のカリバスだ。うん。おうおう。海賊の力を手に入れたようだね。いいでしょう。さあその力でこの船を操ってみな。操る？ならだ。カジの左側に金色のフックがあるだろう。あるね。そこにお前のフックを引っ掛けてみな。フックを引っ掛ける。引っ掛けたらそのまま何度も引っ張るんだよ。ああ、なるほど。引っ張りすぎだよ。あれ。なんと美しさだ。え？もしもーし。あっか、二人の世界に入ってしもとるわ。クータロー、どうにかしたれ。よし。おりゃ。おい、おばさん。まあこんな風にフックがあるものを動かすことができるんだよ。なるほどね。次はこいつに引っ掛けてみな。引っ張られると目を回すから、その間ならすぐやっつけられるよ。うん、引き寄せる。なるほど。なるほどね。その力で看板を目指しな。戻れよ。ん？美しき人よ、あなたの名は。嘘だろ。人呼んで月の魔女、エズマーポッツさん。エズマーポッツ、どんな財宝よりもそなたは美しい。今は一刻も早く船を取り戻さなくては。はっ。とりあえず、うん、面白いねこれ。何か捕まえることができるみたいだけど、うん、とりあえず行ってみましょう。うん。金貨だらけやな。海賊船の宝物庫なんやろか。あ、なるほど。ここは下に沈んでいく感じか。金貨に埋まって死んでまうで。ジャンプや。はいはい。よーっ。よいしょ。おう。よいしょ。なるほどね。他に何かある？よいしょ。よいしょ。お。よいしょ。おっと。金貨に埋まっちゃう。うん、他には、うん、特にないか。よし、じゃあ行こう。うん、さーて、次の部屋も金貨の山。いや、海でした。あ、なるほど。空太郎にとってそれらは役に立たないどころか、行く手を遮る障害物でしかありませんでした。頼りになるのはパペットの体と間に合わせのヘッド、魔法のハサミ、騎士の力に爆弾の忍術、それから海賊のフックだけ。うん、うちを忘れたらあかんで。頼りにしてます。なんか、ああ、よいしょ。
で何もないか、なんかよいしょ、なんかガタガタしてる音してるけど、よいしょ、よいしょ、行きますか、うん、さてと次は、でっかい大砲やな、ここは武器庫かいな、うん、武器庫、このネジ引っ張ったら外れそうやで、ああ、うわ、火ついた、危ない、危ね、あ、いった、どうすればいい、なんだ、カタリナ使うとなんか、あ、カタリナ、ピカリナ使うとなんか、おお、あー、なんか、あー、いた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 、ん、どうすればいいんだ、あ、なるほどなるほど、そういうことか、よし、これが看板みたいな、うん、よし、じゃあこの上に、よし、なるほどね、煙を切れってことか、どうしてここにお宝と一緒に閉じ込めておいたはず、救いの女神が現れたのさ俺の船だ、返してもらうぞ、冗談じゃねえ、もう俺のものだ、ムーンストーンに横取りされたらえらいこっちゃ、ピックを追うで、おい、これは何だろう、よし、サメやサメ、将軍とシーク将軍はキャプテン逆の船を奪い、海の生き物を捕まえては魔法で邪悪な生き物にしていました、よし、あ、危ない危ない、よし、あ洋服着てきて、洋服が治った、よし、よし、よいしょ、よいしょ、ああ、よいしょ、あぶねえ、ああ、あまり欲張らない方がいいか、ああ、痛い、え、これ積んだんじゃないの、あ、危ない危ない、キャプテン逆は単身ビッグ将軍に戦いを挑みましたお、サメ、サメ、突然
甲板を突き破って飛び出したサメのせいで空太郎は再び船内に落下してしまいました。海賊のおっちゃん大丈夫やろか。痛い。難しい。タイミング太鼓よし行くぜ。突然甲板を突き破って飛び出したサメのせいで空太郎は再び船内に落下してしまいました。海賊のおっちゃん大丈夫やろか。よいしょ。あ、いった。なんで。よいしょ。これを船内にも海の生き物たちが囚われ蛇行の犠牲となっていました。うわ、よいしょよいしょ。でっかい瓶やけど割れとるかな。何が入っとったんやろ。ああ太鼓か。海賊船ないな。よいしょよいしょ。よいしょ。よし、どれくらいあればいいでしょう。よいしょ、うん、ここで降りるぜ。いつまでも男の腕に抱かれてる趣味はないんでな。まあね。逃がすか。めーめー。手を貸すぜ、シープ。急いで上に戻らない。甲板から聞こえる硝煙弾の音、鳴り渡る剣撃の響き、我らの小さな英雄は慎重かつ迅速に機械な海賊船内を進んでいきました。サメ倒したもしかして。よし。おっさ、もっと撃ってこい。たまった。砲弾が無駄にならなくてよかったな。荒れ狂う波に揺れる甲板で海賊は2匹の将軍を追い詰めました、うん、そろそろフィナーレだ。ビッグ、ここでは不利だ、うん、損する負けるな。待てー。クタロー、うちらも行くで。大しけの海は海賊船に大きく激しい波を打ちつけました。サクラヘッド。なるほど。あれに当たっちゃいけないってことか。波怖い。うるさいな。見てみ、でっかい魚が打ち上げられとる。マグロやろか。なんや、寿司食べとなったわ。うちトロめっちゃ好きやねん。うわ、痛い痛い痛い。なるほどね。こう今度は2匹やで。大量や。おお、よし。あひひ、シープはヘチンボ、シープはヘチンボ。金もっと金金もっと
荒波はやむことなく船体に降り注ぎました。波また波、暴風波浪、狂乱怒涛、終わることなき波。いい波だ、まさに10年に一度のビッグウェーブ。もう乗るしかないこの波に。最上級のスリルを求め神の領域へ。その先は大自然に戦いを挑む勇者そのもの。オンザビッグウェーブ、ビッグウェーブ。海を落とすぜ。よし、ビッグウェーブ。ビッグウェーブ。あ、痛い、痛い、あぶね、いい、そう、あい、きついなこれ。当たり判定が分かんない。荒波はやむことなく船体に降り注ぎました。波また波、暴風波浪、狂乱怒涛、終わることなき波。いい波だ、いい波だ、まさに10年に一度のビッグウェーブ。もう乗るしかないこの波に。最上級のスリルを求め神の領域へ。その姿は大自然に戦いを挑む勇者そのもの。オンザビッグウェーブ。このナレーション好き。おお、そうじゃない。よし、イエー、ビッグウェイ、いって、いった、だからなんでそっちに逃げていくかな。よし、隠れる、でもこの曲嫌いじゃない。おー、危ねえ。釣り竿あるやん。何で釣れるんやろ。マグロより大物やろか。マグロより、ああ、あれか。でもこれはなんだ、太鼓じゃないよね。太鼓？太鼓じゃないな。まあいいや、行こう。よし、おう、うん、生きてた。お、2対1なんて卑怯よ。これついに一発かましたね。こっちは黙れ。よいしょ、やってられるか。撃ったれ撃ったれ。ほら、レイダー、あざーす。クータロー、うちらも行くで。マストの上や。めー、さっさと死になさい、キャプテンギャフ。ギャフ、落ちるのはお前だ、シープの後ろか。誰や。おお、すげえ。今度は俺が相手だ。やめえ、やめえ、やめえ、私を挟んで、めえ、切り合いするな。おのれ、これでも食らいなさい。やったか。残念だったな。海賊はそんなものじゃ。順毛のロープがあったからな。おめえ、早く早く上がれ。マスト城でもキャプテン逆と2匹の将軍の戦いは続いていました。マイアンも勝手にやっとれち
る感じやない。せやけどピックとシープがムーンストーン持っとるし、しゃあない、追っかけるで。よし、お前可愛くない、お前可愛くない、可愛くない、お前口うるさい、口うるさい、お前口うるさい。な、何の話だろう。太鼓ヘッドばっかりか。よいしょ。空太郎は強風にきしむマストを上へ上へと登っていきました。シープこっち来るな、シープこっち来るな、ビッグから先にどうぞ、ビッグから先にどうぞ。あ、大体何があったか分かるな。こんな身勝手な相方や、うちとは大違いやぞ。ピタリナはね、どうだ。遅すぎてハエが止まるぜ。めえめえめえ、迷惑なやつめ、めえ、お互い様だ。くらえ、最高級の豚肉だ。俺は魚派だ。これでどうだ、かわいい。いつまでも逃げられんぞ。おお、とっとっと、落ちろ。ちょっと待て。うわ、ターバよ、長どこまで逃げられるかな、お二人さん。ていうか、あた不安定な足場の上に空太郎は言いました。少しでもバランスを崩せばたちまち眼下の甲板へと落ちてしまうことでしょう。あ、落ちるで。なるほどなるほど、なるほどね。よいしょ。そうや、うまい具合に傾かせてから飛び移るんや。よいしょ。わあ。マジか。何回ゲームオーバーになれば気が済むんだっていう話なんだけど。不安定な足場の上に空太郎は言いました。少しでもバランスを崩せばたちまち眼下の甲板へと落ちてしまうことでしょう。危ない、落ちる。よいしょ。なんで。よいしょ。いや、ちょっと無理でしょこれ。え、あ、あ、そういうことね。はい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 。もう。そうや、うまい具合に傾かせてから飛び移るんや。よいしょ。傾きやすい足場から足場へと飛び移りながら、空太郎は先へと進みました。うっそ。今のは。あ、危ない危ない。よいしょ。うん。マストにでっかい宝石が埋め込まれとる。本物。やっぱ偽物や。うちの目はごまかされへんで。よし、ぞ。ビッグ、助けてくれ。そんな格好にされて恥ずかしいやつ。キャプテンギャグの仕業でしょうか。チーム将軍は樽詰めにされ、いくつもの剣を突き立てられていました。あんだけの剣を樽の中でうまいこと避けてんな。あと1本くらい突き刺したら当たるんじゃん。痛い。いや、すげえ。おりゃー、多分無理だな。痛い。いや、
よいしょ。どうやらピッグ将軍もまた同じ目に遭わされたようです。ええ君や。よいしょ。ああ今度は呪いバージョンか。よいしょ。おお、ちょっと。だから。キャプテンギャグの仕業でしょうか。チープ将軍は樽詰めにされ、いくつもの剣を突き立てられていました。あんだけの剣を樽の中でうまいこと避けてんな。あと1本くらい突き刺したら当たるんじゃん。その1本突き刺すため、突き刺すためのヘッドがない。どうやらピッグ将軍もまた同じ目に遭わされたようです。ええ君や。よいしょ。痛い。ちょっと見にくいんだけど。よいしょ。うわ、危ねえ危ねえ。よいしょ。危ねえ。よいしょ。危ねえ危ねえ。ああ。こいつはきつい。もう逃げ場はないと諦めたか。ビッハッハ。ギャフ、ここがお前の墓場だ。何？味方の船を呼んだのだ。今だ、撃て。撃て。もっとよく狙え。逃がすか。水平線の彼方に敵が現れ、ジョリー・ラムハム号の帆に砲弾を撃ち込んだようでした。ああ、てっかやなや、油断したらあかんで。よいしょ。こっちか。敵からの攻撃は続き、砲は穴だらけです。全力で回避や。おもがじいっぱい。あーいた。ちょんよーそろーって、おもかじがどっちに進むか分かってます？一点言うてみたかっただけ。攻撃は激しさを増し、空太郎の行く手は次々に塞がれていきました。いや、この場合破かれていきましたが正確でしょうか。どっちでもいいわ。空太郎、慌てず急いで落ち着いて一気に行くんや。ピカリナの支離滅裂なアドバイスに空太郎は戸惑うばかりです。いや、でも、一応舞い上がった火の粉が火に燃え移り、左右から空太郎に迫りました。いや、空太郎、急ぐんや。燃え落ちた火は熱気を巻き上げ、炎が燃え広がり、無理じゃろ。舞い上がった火の粉が火に燃え移り、左右から空太郎に迫りました。いや、これはきつい。空太郎、急ぐんや。燃え落ちた火は熱気を巻き上げ、炎が燃え広がりやすい状況を作り出していました。はよ、進まんと燃え尽きるで。分かってんだけど、痛い。空太郎が先か。命がけの競争がマスト上で展開されていました。そう。おお、ドラに呼ばれてきたんか。よっしゃ、うちが選んだる。よし、ほなな。よいしょ。ああ、さーて、ここからどこへ逃げる？どこへ？どこへ行こうというのかね。ピック、これで終わりだ。とんかつとジンギスカンにしてやるわ。ブハーン、
おピーク死ぬな。意外と仲いいのか。起きろ、貸した金返せ。まずは保険に入れ。いやいや、こいつは財宝を残して死ねるかよ。地獄で仲良く宝を探しな。はっ。おっと、こいつはボロだったな。クー太郎、手柄は譲るぜ。あ、ボロ。面倒な残しよって。マストの頂上にある海賊旗の正体はボロでした。うわ、痛い。クー太郎の手にしたフックからは誇りを汚された海賊の怒りが伝わってくるようでした。あぶねあぶね。あぶね。こい、うりゃ。ふん、なるほど。おいや、クー太郎。おっしゃ、任せろ。おお、うぅっ。なんだ。ちょっと、よし、これで、あぶね、よいしょ、で布を全部切ればいいんでしょ。痛い。旗は周囲へ掲げる目印である。集団の象徴、自らの意思を表すもの、ジョリー・ロジャーと呼ばれる海賊旗がボロに変えられたということは、この船はムーンベアキングの支配下にあるということでした。それはもう終わりや。クー太郎が倒して白旗に変えたので。あぶね。よし、よし、カエルヘッド、オッケーオッケー。よいしょよいしょよいしょ。だいぶ流れは分かったね。よいしょ。で、ここでもらった。ひらめく剣をかわし、盾で敵の攻撃を跳ね返し、フックで引きずり下ろす。クー太郎は一歩一歩着実にボロに痛手を与えていました、敵を恐れ怯えていた少年はもういません、小さな英雄の姿がそこにありました。なんだ。よいしょ、よし。まあね、倒し方さえ分かればこうだいぶボロボロになってきてんな。よいしょ。ん、なんだあれ。ああ、痛い。よいしょ。よし。
あのさっきのなんだっけ、あの魚の骨は何なんだろうね。ちょっとすごい気になるんだけど。よし、なくなってる。よし、うん、ん、そんなものもう効かんわ。うう、ああ、うう、よいしょ。よし、あと1個。海賊機ボロを退治しました。数多くの不幸な子供の魂を解放し、ジョリー・ラムフン号をムーンベアキングの支配から取り戻したのです。ああ、ああ、ああ、びっくりした。よし、戦場パーティーはおしまいだ。お二人さん、逃げ場はないぞ。俺の船と財宝返してもらおうか。いやだ、このお宝は俺のものだ。ねえ、見た一文たりとも返すものか。だったらそいつを抱いたまま落ちるか。キャプテン逆の疾風の元危険は強欲な獣たちを切り裂きました。とんかつとジンギスカンにしちゃおう。メイ、何をやってるんだ、もったいない。もうそんなんどうでもええから、ムーンストーンはようだし。ブヒブヒ、絶対に嫌だ。モビー号、モビー号、モビーブック号、この揺れは。おお、待てや、ムーンストーン置いていけ。どないすんの、逃げられてまうやんか。キャプテン、この船潜られへんの。小さなレディの頼みとあらば、ジョリー・ラムハム号とこのキャプテン役に可能なことなどない。ほんまに、さすがやな。3日もあれば潜れるように改造できる。3日、そんなに待ってるかい。しゃあないな、このまま行くね、クータロー。よし、よし、行け。落とす。潜水艦モビー号で逃げたピッグ将軍、シープ将軍を追いかけて、クータローとピカリナは暗く汚れた深い海の底へ潜っていきました。わお。今度は2対1になるのかな。うん、まあよし、今回も何度クータローはカリバスと共に恐ろしい怪物を倒し、閉じ込められていた子供たちの魂を救うことに成功したのでした。クータローに助け出された魂が地球へ帰っていきます。よし、184人助けてるね。まあ今回はこんなところでしょう。次回、罠にかかって閉じ込められた海賊船、助けたキャプテン逆と共闘し、新たに手にした海賊の力を使い、ピッグとシープを追い詰めますが、一歩及ばず、舞台は海の底へ。竜宮城っていうか、なんかタコの足みたいなクラーケンかな。まあ次回楽しみにしててください。それではお疲れ様でした。